シャイルドロックは、子供がドラム内に入るのを防止する機能です。運転中の一時停止時や、運転終了後、また、電源が切れた状態でもドアが開かないようにします。設定方法をご説明します。ドアを閉め、電源を入れます。 チャイルドロックボタンを5秒以上押し続けます。CL が表示され、ドアロックが点灯すると、チャイルドロックが設定されます。